演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラチラミスタードーナツの新たに続くコラボで発売されたオールドファッション2種類、そして新しくなったというゴールデンクランチチョコレート、そしてホームページに載ってなかったこのスティックデニッシュというドーナツ5種類を買ってきました。5種類じゃないですね、5つを買ってきましたですね。そんな5種類も食らされたらとっくに食べてるって。では、どれから食べようかな。リニューアルしたというこのチョコレートクランチから食べてみたいと思います。これも気になるな、どんな風に変わったんだろう。ただ値段が上がってるようなので、それに見合うだけの金額あるんでしょう、ことあるんでしょうね。表面はあんまり変わってる様子はないですね。ではいただきます。チョコは確かに新しくなってますね。でもサクサクの方が、ゴールデンクランチチョコレートはチョコレートの部分が以前よりもちょっと濃厚になって、ふんわり食感が軽くなって、そんな気がしますね。チョコレートドーナツ全種類がリニューアルしたということなので、これは苦手な方にも他のチョコレートドーナツで食べてみてはいかがでしょうか。自分はどれも好きなんですけど、やっぱりその中でも一番ゴールデンクランチが好きなんですね。このザクザク、ちなみに次がココナッツで、次がダブル、最後に普通のチョコレート、なんかもうありがちってパターンです感じですね。そして2種類のデニッシュスティックはサクサクとした心地よい音が聞こえてきたら、同時に口の中にクリームがそれぞれ入っていました。いちごの方は生クリーム、チョコの方はカスタードクリームだったかな。そんな感じで口の中に入ってきましたね。確か最初のコラボの時もそういうやつ出てきたので、それを一般化したのでしょうか。ホームページに記載されていないので何とも言えませんが、ではそのこちらの新たなコラボドーナツ2種類、こちらがきな粉で、こちらがダブル抹茶ですね。ちなみにこの部分だけのオールドファッション宇治抹茶もあります。でもこの部分がどうせ食べられるんだったらこれからですね。なんかオールドファッションの基地も新しくなったって聞きましたけど、どういうくらいになってるんだろう。ではまずは、ちょっと触った感じでごつさがなくなってるんですよね。ちょっと柔らかくなったというか、軽くなったというか、ダイエットに成功したなら羨ましいな。ではいただきます。オールドファッションは本当に新しくなっています。あ、古いのが新しいのか分かりませんけど、やっぱり触った感触通り新しいオールドファッションの時代、この抹茶生地だけなのかもしれませんけど、ちょっと軽い感じでしたね。ただもうちょっとさっくり感も残ってて欲しかったなと思えた部分もありましたね。ちょっとしっとりしすぎたかな。今までのさっくり感に良かった部分もあったのにと思えてしまった部分もあったので残念でした。ただ失敗ではないですね、これは。そして抹茶の方ですが、宇治抹茶の風味はしっかりあって、口の中でふわっと生地とともに広がっていきましたね。特にきな粉の方は、そのきな粉の香ばしさも感じられて、さらに美味しく感じだったので、こちらのテイストとさせていただきます。ちょっときなこ餅みたいな感じですね。そしてダブル宇治抹茶と、あと最初に食べたゴールデンクランチについては、どちらもこちらのテイストとさせていただきます。残り2種についてはホームページに載っていないので、ここで採点していいものなのかちょっと迷う部分があるんですよね。なのでまたホームページに載ったら採点するということで、どうかよろしくお願いします。それではエンテンは兵士を襲うかな、サハラ砂漠。絶対に襲われますよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。